ネイサン・サミュエル・フレイマンは、アメリカ合衆国ワシントン DC 出身の、元プロ野球選手。ウトウミギウチ。夫人は元プロゴルファーのアマンダ・ブルーメンハースト。2008年の MLB ドラフト28巡目で、テキサス・レンジャーズから指名されたが、この時は入団しなかった。2009年の MLB ドラフト8巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、6月15日に入団。 この年は、参加の A-9、UG にエメラルズで72試合に出場し、打率294.11本塁が68打点という打撃成績をマークし、プロ初年度から強打を発揮した。2010年は A 級フォートウェイインティンキャップスでプレーしたが、2年連続で打率294を記録した。2011年は、 a 級 q レイクエルシノアストームで138試合に出場して22本類が111打点という高成績を記録。守備面では1塁で16失策を犯し、守備率987という成績だった。2012年はレギュラーシーズンではメジャー昇格はならなかったものの a 級 q サンアントニオミッションズで打率298.24本塁が 105打点という成績を残し、ランクの異なるマイナーでの成績ながら、2年連続で20本類が100打点のラインをクリアした。さらに、第3回 WBC 予選のイスラエル代表に選出された。オフの12月6日にルール5ドラフトで、ヒューストンアストロズから2巡目指名され、移籍した。2013年3月23日に、ウェーバーで、 オークランドアスレチックスへ移籍した。4月3日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビューを果たした。この年は80試合に出場して打率274を記録4本塁打を放った。守備では59試合で1塁守備につき1失策、守備率997という成績を残した。2014年出場試合数が 前年の半減以下となる36試合に止まったが、前年を上回る5本のアーチを放った。しかし、打率は大幅に低下した。2015年7月2日に、ィーフとなった。7月5日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級ナッシュビルサウンズに移動した。12月14日に解雇となり、アトランタブレイブスとマイナー契約を結んだ。 2016年3月27日にタイラー・ムーアとのトレードでワシントン・ナショナルズへ移籍したが4月21日に自由契約となる30日に独立リーグ・アトランティックリーグのロング・アイランド・ダックスと契約し6試合の出場後5月10日にボストン・レッドソックスとマイナー契約を結んだオフの11月7日に FA となった2017年3月 第4回 WBC にイスラエル代表として出場した。5月2日、メキシカンリーグのモンクローバスティーラーズと契約。5月20日、コールギデスピートのトレードでプエブラ・パロッツへ移籍。この年の成績は198打数で打率、298出塁率、418超打率、480.8本塁が35打点だった。 2018年シーズンが始まる前の1月18日に放出された。3月10日に現役を引退し、デューク大学で経営学修士を学ぶことを発表した。ありがとうございます。